が開始されたのと、あとですね、子供の日ガチャ、今画面に出ているこちらのガチャですね、こちら開始されたので、そちらについて見ていこうかなと思います。で、こちら子供の日ガチャがフェイルーンですね。こちら、フォワード、林のフォワードで S ランク、ルーレット成功率が 3% アップで、こちらクラーク・ワンダバット、この子は風属性のフォワードで、出展した時にチームメンバーの GP と TP を 15% 回復。はあ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 新しいのかな、ポジティブオーラってやつですね。こいつ、属性強化とチェインシューターが入ってますね。で、クラーク・ワンダバットの方は、あ、でもこいつあれなのか、シュート技山なんだ。2人で使用する山属性のシュート技、超技って書いてある。なんじゃね。いや、これ普通に技だ。イケイケ、超技、あ、そういうことか。TP が増える代わりに、必殺技の威力が 10% アップする。はい。で、なんとかなるさですね。こいつが、15% 回復してくれると。まあまあまあ。あ、どっちも山なのか。どっちもシュート技が、属性に合ってないから、まあ言うて、そこまでじゃないのかな。まあこいつら自身っていうよりは、こいつらなんかサポートみたいな感じですかね。ちょっとね、バナーを見ていきたい。お知らせを見たい。あ、これあれした。そう、なるほどね。まあ主力メンバーになるかって言われたらそうでもない気はしますが、はいはいはい、あ、でもこんなもんか。で、やっぱ新スキルですね。ポジティブオーラとなんとかなるさで、他にもフィギュアが入ってる。音村と深渕くんと大輔くんかなが、入ってると。音村は稲入れの初代のキャラだよね。まあこれはそこまででもないかな。まあ好きな人が引くっていうガチャかもしれない。とりあえずまあ無料一回引いてみよう。まあ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 こんなもんですよね。はいと。でまあこのねシード集結ガチャ、こいつもまだ全然あるので、イベント、そうだね、そう、イベントのこの後半の、まあちょっと変更点が、前半とまた別でちょっと変更点があるみたいですね。こいつはちょっとスキップして、で、まあ主な変更としてはこの上級のランキング報酬、これが報酬が S ランクがもらえるのは、前半がその100、1000位までか、前半は1000位までだったけど、この5000位までになりました。龍崎くん、ディフェンダーの、ね、風。で、シュートブロッカーとイケイケ持ちですね。天魔編の帝国の子。で、あと、あ、そうそうそう、上級、中級、初級と、この、完全にじゃない、選び直すことができるらしいですね。あの前半はもう上級にしたらもうすぐそのまま上級だけしかできなくて、変えることはできなかったんですけど、でこれも変えるようになったと。まあただこの変えられるようにはなったけど、その変えると
ハイスコアリセットになっちゃうよっていうのが注意点らしいです。で、そう。で、一番ちょっと重要なのが、この、後半ボスフェスの相手ですね。ライバル。ライバルの、属性が変化します。でフォワードが林属性。どっちも林属性ですね。林、どっちも林だから、これは火属性。で、ゴールキーパーは相手火属性になるので、山属性。で、まあ、こうやって変わったことによって、今回のシード集結ガチャ。これの、目玉キャラの、サリューと、あと、仙宮寺か。ん？いいんだよね。ヤマトくん。で、そう、この二人が、かなり使えるようになりました。で、私は、一応どっちも手には入れましたので、そう。まあ、サリューはね、シュートも属性なんだけど、一応山属性の子なので、まあ、こいつでやると、スコアがちょっと上がるよっていうやつですね。で、さらに、ヤマトくんは、火で、必殺技も火なので、こいつはかなり、まあ、ほぼ、必須かな？うん。高いポイントを手に入れるんだったら、うん。上位目指すんだったら、やっぱヤマトくんは必要かなって。ただ、カノンは、そう、まあ、シュートが山か。カノンはシュートが山だから、こいつもは使えなくもないですね。うん。なんで、これで、まあ、強い子。僕はこうかな、一応。うん。チームね、チームのこの強さも結構関わってくるので、3枚消費にしたときにかなりこう、ポイントが上がります。で、チームランク、その値を上げるために、まあ、ちょっと、お得みたいな感じなんですけど、ドリブルサプリとブロックサプリ。ドリブルとブロック。この二つを、フォワードとかゴールキーパーで上げる。多分、大体の人がドリブルとブロックって、ミッドフィルダーとディフェンダーで使うじゃないですか。で、まあ、ディフェンダーは使うにしても、ミッドフィルダーでドリブルってあんまり上げない。ミッドフィルダーもあんまりそもそも使わないと思うし、ドリブルもあんまりしない。で、ブロックもディフェンダー基本的に多分一人だから、ブロックサプリもそんなに使わないでしょ。なんで、ドリブルサプリ、ブロックサプリって結構余ってると思うんですよ。なんで、こいつらを、こう、与えて、強化する。で、強化すると、上がるんですよね、チームランクの値が。ちょっとですけど。で、これをできるだけやると、まあ、ハイスコアもっと上狙えるようにはなるのかなと思います。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、ちょっと前回やってみて、まあ、ちょっと、難しいは難しいけど、やっぱ3枚消費で、こう、いかにシュートできるかとか、まあ、絶対勝つにして、まあ、得点できるか、調整項が出るかとかでも結構変わるんで、まあ、試行回数かな。一応まあ、このおすすめの、タクティクスはやっぱグリッドオメガ、グリッドオメガですね。結構GP、TP を相手の削った時の、そのポイントって結構高い。のかなと思うんで、まあ、グリッドオメガそもそもその発動がちょっと大変だけど、こいつが発動できればもっとこう上がるかな。うん。
シュートチェインはね、正直そんなにあれしなかったかな。前回が1000何位ギリギリでこう S ランクのフィギュアに届かなかったんですけど、いくらだったかな、そう13,007ポイントで、1195位だったんで、今回はどうなるか分かんないですけどね。一応5000位以内に入れれば S ランクフィギュアもゲットできるので、うん、まあ一応3枚消費にすればそんなに難しいことはないのかなと思います。で、新しくこのね、交換にも浪川くん、まあいいですけど、この子が追加されたので、まあ忘れないようにこう受け取れるようにガンガン回していきたいなと、回していきましょうということではい、でまあ今回の更新についてはこんな感じですかね。はい、でまあスコアアタック、まあ一応普通にランキングで争うよりはスコアアタックはまあ割と楽しいかなって思います。まあね、こんな感じでどんどん新しいイベントがね、どんどん起きて、イベントもこうなんだろうなもうね、開催してくれるといいかなって思います。またね、まあしばらく後にはなると思いますけど、新しいイベント来るんじゃないですかね、形式のイベントが。はいこんな感じで、今回は終わろうと思います。ではまた皆さん次回動画上がればお会いしましょう。はい、バイタイガー。